そうでか。はい。それではカーリー大学第61回目の授業といたしましては、というのも3週間の旅から帰ってきたばかりなので、少し緊張はしているんですけれども、あと、この3週間の間に私、マイクを買いました。ちょっと最近話題になってるみたいなんですが、こちらですね、ホーリーランドのマイクですよ。これが結構いいみたいなんですよね。どうでしょう？音声の方も今までに比べて聞きやすいかと思います。ということで、久々の収録、第61回目の授業といたしましては、こちら、金持ち父さんの投資ガイド、上級編でございます。ねえ、こちらお待たせいたしました。少し前になってしまうんですけれども、こちらの入門編の続きですよ。金持ち父さんの投資ガイドというのは、第5ステージに分かれていたんですよね。で、こちらの入門編では、まず一番その基礎となる第1ステージに焦点を当てた本だったわけであります。こちらをまだご覧いただいてない方は、ぜひともこちらですかね、ご覧ください。そして今回はその続き、つまり第2ステージから第5ステージまでの内容が詰まった本が今回の上級編ということであります。その中でも今回は第2ステージに焦点を当ててお話ししてまいります。と、その前に今回の上級編ではまず、あの90対10の謎を解く。ここから始まっているんですよ。入門編の最後に私言いました。この90対10の謎というのは、つまり、金持ち父さんがよくロバートに聞いてきたことがあるんですって。それが何も書かれていない財務諸表を見せてきて、資産を買わずに資産の欄を埋めるにはどうしたらいいか。これを聞いてくるんですよ。わかります？資産を買わずにですよ。買わずに資産を増やしていく。これをするにはどうすればいいか。その答えがこの上級編ではいきなり11ページ目に出てくるんですよ。頭の中でビジネスを作り出すというこの能力こそが金持ち父さんがその後ハワイ一の金持ちの一人になった理由だった。つまり金持ち父さんは別の資産を買ってくれる資産を作り出すことによって90対10の謎を解いたのだ。はい、それではいよいよこれから第2ステージをやっていくわけですけれども、皆さん金持ち父さんの投資ガイド上級編と言ったからといって、どうか肩の力は抜いてください。私も上級編というぐらいですから、どんなに難しい言葉が出てくるのかと思いきや、そこはやっぱり金持ち父さんなんですよ。かなり優しい言葉で我々を導いてくれます。そして今回の第2ステージに関しても、5つの投資家のタイプを解説しているだけなんですよ。ただね、今回の動画を見るだけで今、自分がどの立ち位置にいるのか、そして自分に合った投資家のタイプとは一体どのタイプなのか、そういったことがきっと分かってくると思います。それではその5つの投資家、金持ち父さんが言っていた5つの投資家のタイプとは何か。その1は的確投資家。これは大金を稼いでいるか、多くの資産を持っている人、あるいはその両方に当てはまる人のことを言います。その2は専門投資家。これはファンダメンタル投資とテクニカル投資のやり方を知っている人。はい。その3は洗練された投資家。これは投資と法律を理解している人。その4はインサイド投資家。これは投資を作り出す人。そして最後の5つ目は究極の投資家。これは株を売る側になる人のことを言います。はい。ということで、5つの投資家のタイプを深掘りしていく前に、投資家に必要な10のコントロール能力について押さえておきましょう。その1、自分自身をコントロールする力。はい。これに関しては、金持ち父さんの投資ガイド、入門編で徹底的に学んできた内容となっております。だから、この1番目、自分自身をコントロールする能力というのが、最も大事なことではあるんですよ。はい。それではどんどん行きます。その2、収入と支出、資産と負債の比率をコントロールする力。その3、投資の管理方法をコントロールする力。はい。その4、税金をコントロールする力。その5、売買のタイミングをコントロールする力。その6、ブローカーを通しての取引をコントロールする力。その7、ETC。つまり、ここでは携帯、タイミング、特質。これをコントロールする力。その8、契約の条件をコントロールする力。
その9、情報へのアクセスをコントロールする力。その10、富の還元、慈善行為、富の再分配をコントロールする力。はい、ということで金持ち総さんが言うには、投資家にはこれら10のコントロール能力が必要だということを言ってるんですね。もっと具体的には、投資をすることは危険ではない。コントロールできないことが危険なのだ。はい、ということでまずはここからは的確投資家について深掘りしていきたいと思います。はい、これは要は収入が多いか資産をたくさん持っている人のことを言うんですよね。で、これは何も金持ち父さんが言っているわけではないんですよ。アメリカの場合は次のように証券取引委員会が定義づけてるんですよ。それが3つあります。その1、年間の収入が20万ドルを超える。その2、夫婦の年間の収入が30万ドルを超える。その3、夫婦の純資産が100万ドルを超える。これら3つのうち、どれか1つでも条件を満たしていれば、それは的確投資家なんですよ。ちなみに、この金持ち父さんの投資ガイド、上級編が出版されたのは2002年3月20日という風になっているので、現時点ではこの定義付けも変わっているかもしれないですよね。もう20年以上前ですからね。結構経ってますよね。で、ちなみにこれも2002年の情報なんでしょうけど、当時2億5000万の人口を抱えるアメリカで、この的確投資家というのはわずか600万人しかいなかったそうですよ。ね、人口比率で言うとたったの 2.4% ですよ。はい、ということでカーリー大学のお金の授業をこれまでも見てきた人はもうお分かりの通り、この的確投資家はそれほど重要な意味を持ってないんですよ。ということで、この的確投資家はさっさとまとめます。はい、10のコントロール能力のうち的確投資家が持っているのは0。的確投資家はお金は確かにたくさん持っているかもしれないんですけど、大抵はそれをどうしたらいいのか知らない。はい、続いて3つの E、 これ覚えてますか？1つに教育、それから経験、あとは有り余るお金でしたよね。ということで、この3つの E のうち的確投資家が持っているのは有り余るお金、これだけなんですよ。はい、ここからは専門投資家についてのことであります。これは例えば株式市場に関して言うなら、株式の取引を職業とするプロの株式トレーダー、だからいわゆる機関投資家とかのことですよ。こういう人たちはしっかりとした教育を受けていて、ファンダメンタル投資とテクニカル投資の違いを学び理解している。ちなみに金持ち父さんがおすすめするのはここでもないんですよ。ただね、やっぱり投資に関しての本ですから、ここでは少しそれについてはきちんと書かれてはいるんですよ。特にね、キャッシュフローというゲームがあるんですよ。これはロバートが開発したボードゲームなんですけれども、まあ私も買ったんですけれども、こちらですよ。こちら。まあこれを知らない方にとって分かりやすく言うと、まあ人生ゲームですね。で、これが非常に勉強になりますよ。ちょっと大げさに言えば、私はこれで人生変わりましたから。40代前半にして労働という名の仕事からリタイアメントできたのもこれをやったからですよ。だからそういった意味では、もうこのボードゲームはですね、ぜひともおすすめです。まあそれはちょっといいとして、ここでもこのボードゲームのことがちょっと出てくるんですよ。で、ロバートも言うわけですよ。このキャッシュフローゲームを通して身につける技術の一つは、買い時と売り時を知ることだ。金持ち父さんはこうも言っています。投資を行うときは、いつそれを売るかを考えておかなければならない。より高度な投資においては、そこに入るための戦略よりも、出ることの方が重要な場合が多い。ということで、この専門投資家に必要なお金に関する技術を学ぶためにも、ロバートがおすすめしているように、まずはここから始めてみるのもいいかもしれません。はい、それでは10のコントロール能力のうち、この専門投資家が持っているのは、1番の自分自身をコントロールする力、2番の収入と支出、資産と負債の比率をコントロールする力、そして5番目の売買のタイミングをコントロールする力、この3つであります。はい、続いて3つの E のうち、この専門投資家が持っているのは1つ目の教育、それから場合によっては有り余るお金。
い、それではここからは洗練された投資家。ここからですよね。金持ち投資さんの投資ガイド上級編はこのあたりから本題に入っていきます。まずはおさらいしてみましょう。洗練された投資家というのは、一つ前の専門投資家が知っているような投資と、あとは次のような法律に詳しい人のことを言います。それが税法、会社法、証券法。だからちょっとここからはレベルが上がっていきますよ。ただしそれもご安心ください。自分がその全てを知っている必要は必ずしもないんですよ。本当に大事な場面になったらその専門家に相談すればいいだけの話ですから。だからといって全くの無知では話にはならないですよ。だからこれも徐々にでいいんですよ。大事なことは自分が目指す投資家のタイプをまずは見極め、それに見合ったチームを作ればいいだけのことですから、徐々にやっていきましょう。そしてここではまずは ETC について知る、ここですね。まず ETC のその E はビジネスのエンティティである法人に対するコントロールのことを言っています。つまり法人のタイプっていうのもいろいろあるじゃないですか。そのことですね。つまりそのビジネスをどのような形態で行うか、これを選択することを意味しています。はい、 ETC の T、 これはタイミングのことですね。要は金持ちは税金の額だけではなく、それを払う時期についても自分でコントロールしたいと思う。はい、 ETC、 最後の C は所得の特質。要は勤労所得、ポートフォリオ所得、そして不労所得のことであります。はい、ということで難しい話はちょっと置いといて、10のコントロール能力のうち洗練された投資家が持っているのは、1番目の自分自身をコントロールする力、2番目の収入と支出、資産と負債の比率をコントロールする力、4番目の税金をコントロールする力、5番目の売買のタイミングをコントロールする力、6番目のブローカーを通しての取引をコントロールする力、7番目の ETC をコントロールする力。はい、続きまして3つの E のうち洗練された投資家が持っているのは全部です。1の教育、2番目の経験、それから3番目の有り余るお金。はい、それから洗練された投資家は次のような違いのことを知っているということで、面白いなと思ったのでピックアップしてみました。それが良い負債と悪い負債、良い支出と悪い支出、良い損失と悪い損失。皆さん、この違いはわかりますでしょうか。例えば毎月プラスのキャッシュフローをもたらす賃貸用の不動産を獲得するための負債、これって良い負債じゃないですか。同じように法律や税金に関するアドバイスを得るための支出、これっていうのも、もしそのおかげで何千ドルもの節税ができたとしたら、それって良い支出ですよね。他にも良い損失の例えとしては、不動産の減価償却から生まれる費用、これっていうのも良い損失と呼べるじゃないですか。要するに、なんかもう難しいことは全部取っ払って、結果的に自分のポケットにお金を入れてくれる行為というのは、それは全て良いことなんですよ。でも一般的にはこれら負債、支出、損失、これらは頭ごなしに悪いものとされてるじゃないですか。この違いのことですよ。一方の側では安全なことが、もう一方の側にとっては危険なんですから。これが一般的な投資家と洗練された投資家の違いなんですよ。他にももっともっとありますよ。それら詳しいことに興味がある方は、ぜひともこちらの金持ち投資さんの投資ガイド上級編を見てください。はい、ここからはいよいよインサイド投資家についてお話ししていきます。金持ち投資さんが言うんですよ。君が始めるのはここからだよ、ロバート。はい、これを金持ち投資さんがロバートに言ったのはあの時ですよ。つまりロバートがベトナム戦争から帰ってきて、まだお金も仕事もなかったあのタイミングですよ。金持ち投資さんは続けます。持っているお金や経験がどんなに少なくても、インサイド投資家のレベルから始めることは可能だ。必要なのは小さいことから始めて学び続けることだ。お金を作るのにお金は必要ない。はい、ということで、もうお分かりの通り、この本、金持ち投資さんの投資ガイド上級編というのは、このインサイド投資家として始めるストーリーなんですよ。
何しろロバートもまたあの金持ち父さんもこのインサイド投資家から始めているんですよ。だからきっとこの動画を見ている多くの人もここからのスタートだとは思うんですよ。だって投資家として成功しているような人はこのような動画は多分見ないじゃないですか。あとはそもそもですよ、そもそも大部分の人が投資に関して学んできてなかったから、何から始めていいかわからないからこの動画を見てるんですよね。だったらこのインサイド投資家のことですよ。はい、ということで改めてインサイド投資家とは、投資のインサイドにいてある程度でも経営上のコントロールする力を持っている人のことを言います。つまりはですよ、ビジネスを立ち上げていくことなんですよ。投資の話をしているのにビジネスの話なんてのはもういいわ、すでにやってるしもう知ってるし、そういう方がいたとしたらちょっとその考えは置いといてください。もしちょっと置けないような人は投資ガイドの入門編に戻ってください。というのもこれってやっぱり考え方が大事なんですよ。はい、ということで10のコントロール能力のうち、このインサイド投資家が持っているのは1番の自分自身をコントロールする力、2番の収入と支出、資産と負債の比率をコントロールする力、3番の投資の管理方法をコントロールする力、4番の税金をコントロールする力、5番の売買のタイミングをコントロールする力、6番のブローカーを通しての取引をコントロールする力、7番目の ETC をコントロールする力、8番の契約の条件をコントロールする力、9番の情報へのアクセスをコントロールする力。だから10番以外の全部です。はい、3つの E のうち、インサイダー投資家が持っているのはこれも全部です。教育、経験、あり余るお金。はい、ここからは究極の投資家。これに関してはもう本当に究極の人たちのことですよ。だからビル・ゲイツだとかウォーレン・バフェットのことです。なのでこの本の中でロバートも言っているんですよ。ロバート自身この究極の投資家に向けてまだまだ勉強中なんですって。要するにこのタイプの投資家というのは他の投資家が投資したいと思うような巨大企業を起こすんですよ。その巨大企業っていうのは文字通り何百万もの人たちがその一部を所有したいというふうに思えるようなビジネスのことですよ。そしてこの究極の投資家というのはさっきのインサイド投資家が持ち合わせていなかった10番目のコントロール能力、つまり富の還元、事前行為、富の再分配をコントロールする力を持っているということであります。ここまで言って究極なんですよ。もう本当に数えるぐらいしかいないですよね。それこそ歴史上に出てくるような人たちのことですよ。はい、ということで10のコントロール能力のうちこの究極の投資家が持っているのは重複しますが全部です。当然3つの E のうち究極の投資家が持っているのも全部です。それはなぜなら究極ですから。はい、ということで第1ステージとしては以上となりますが、いかがだったでしょうかね。5つのタイプの投資家が分かってきましたよね。的確投資家、専門投資家で、洗練された投資家、インサイド投資家、究極の投資家。皆さんも今の立ち位置とどのタイプの投資家を目指していったらいいのか、それぞれに違った個性があって、また段階とも言うべきものがなんとなくでも分かってきたんじゃないでしょうか。あとはですね、この投資ガイドの上級編、物語としてもやっぱり面白いんですよ。結構ね、そこまでは解説しないですけど、ロバートが実際にどのようなやり方で初めのスタートを切ったのか、あるいは金持ち父さんが何から始めていったのか、そんなことも触れているんですよ。だからね、結構ね、この上級編っていうのは難しい話とかではなくて単純に面白いですよ。そして今回も非常に勉強になりますよ。はい、それでは次回の第3ステージとしてはしっかりとしたビジネスを作り上げる、これについて解説してまいりますが、金持ち父さんのあるアドバイスによってこの第2ステージを締めたいと思います。みんなが犯す最大の間違いはお金のために一生懸命働きすぎることだ。大抵の人はお金がもっと必要だと思った時にパートタイム
タイムの仕事を始めるから、お金の面で人より有利なスタートが切れないんだ。有利なスタートを切りたいと本当に思っているなら、昼間の仕事を続ける一方で、パートタイムのビジネスを始める必要がある。夢見ていますか？この国の未来を。抜けた同士の